明日私は旅に出ます。あなたの知らない人と二人で、いつかあなたと行くはずだった。オルマナサイシナノジエ、行く先々で思い出すのはあなたのことだと分かっています。その寂しさがきっと私の変えてくれると思いたいのです。さよならはいつまでたってもとても嫌そうにありません。私にとってあなたは今も眩しい一つの青春なんです。八時ちょうどの朝の顔で、私は晴れたから、都会の隅であなたを待って、私は季節に取り残された。そんな気持ちの中の焦りが私を旅に誘うのでしょうか。でもとても冷えそうにありません。こんな形でふわりことしてできない私を許してください。八時ちょうどの32号で、私は晴れたから、とても冷えそうにありません。こんな形で終わりことしてできない私を許してください。八時ちょうどの朝に号で、私は晴れ